いやーやばいっすね。なんかトング渡されましたけど、もうすでにだいぶ火通ってましたから。はい、美味しそうですね。いや美味しそうっすよ。今すぐにでもお箸つけたいんですけど、うん、実はですね、はい、釣りでですね、グッチさんがまあちょっとこちらとしてもグッチさん釣れると思ってお魚を実は用意してたんですね。俺がもしさっきのこいつ釣ってたらこれが景品やったんや。そうです。じゃあ食べられへんやん、はい、俺。でもですね、こちらとしても火起こしの落ち度もあるのでそうかそうかそうか、なるほど。サンマを、お、はい、グッチさんには食べていただきます。これですね、すごいよ、はい、そうです。マイクラにも焼き魚ありますしね、はい、いやーこれはリアルマイクラしてるな。はい、いい感じですね。いい感じ。これすごいよみんな。わー美味しそう。やばいよ。え、これいただいちゃって大丈夫なの本当に。はい、いただいちゃって大丈夫です。マジで。はい、もうアウトダボヤデビューですやん。ごめん、ドバー言っちゃった、ベロベロベロって出ちゃった。ではこのこんがり焼けたサンマをこの青空の下いただこうかな。ちょっとグッチさん、グッチさん、なんやねん、グッチさん、ちょっと待ってください。なんで、ちょっと待ってください。なんで。いや、もうこれただ単に、はい、はい、魚を、はい、まあ、焼いて食べるだけだと。もう箸入れちゃったよ。いやいやいや、ちょっと待ってください。それだと、はい、ちょっとこちらのミッションとしても、あ、そっか、ここでもさらにミッションがあるんですね、はい、実績が、はい、そうです、実績があるんです。なるほど。これからじゃあグッチさんには、はいはい、目隠しをしていただき。いや俺もさ、ノリでずっとつけてたけどさ、ノリでつけてたけどまだ必要やったのね、これ。でここの三枚以外の、うわー、シャケとか、はい、アジの開きシシャも絶対おいしいやん、はい、うん、この魚を、はい、まあ、それぞれ一口食べていただき、はい、このサンマがどれだか当ててもらいます。利き魚、はい、うわ、サンマどれかか。これちょっとあれじゃないですか、いけますよ俺。いけますか。いけますよ、いけるいける絶対。いけますか。うん、まあ、初めて実績解除できる気がする俺は。あ、本当ですか、うん、やっていきましょう。利き魚やっていきましょう。やっていきましょう、はい、はい、じゃあちょっと移動しましょうか。はい、はい、はい、じゃあそうしました、グッチさん。はい、全然わからへん。全然わからないですよ、ね、もうほんまに今どこにお皿があるのかすらもわからへん。あ、本当ですか。ここに手を置くことしかできない俺は。本当ですか、うん、じゃあテイスティングタイムをしていただきたいと思います。はい、掴んでください。じゃあいきますよ。はい、一つお願いします。うん、え、ちょっと待ってよこれ、え、あ、ちょっと、あ、意外と、え、マジか、わからへん。いや、舐めとったな俺、目隠しって。こんな難しいねんな。あー、マジで。みんなもよかったらやってみて、これ難しいぞ。でも、なんとなく、はいはい、わかりました。はい、で、これが1番です、うんうん、じゃあ、2番いきましょうかね、はい、じゃあ、いきますよ、2番。はい、2番。これ2番。え、お湯がね、今、土の中に何してるかわかる。骨を噛み砕いてるんですよ。小骨を。これはなんか取ってきたやつ失敗したんちゃいます。とんでもない頻度ですよ。はい、じゃあ次、じゃあ3つ目いきますね。これで、はい、いただきます。はい、うわぁ難しい。これほんまにぶっちゃけた話ね、はい、ほんま鼻つまんでたら全然わからへん。唯一ここだけね、俺の目のタイルはここだけ。なるほど。鼻から抜けていく香りだけ、わかる？香りじゃ、香り。香り。これ4皿目で、はい、初めてクリアしたいね。下手くそ。身の取り方下手くそ。わかりました。はい、じゃあグッチさん、もうこれちょっと簡単すぎたかもしれないので、まあ、ね、俺ね、俺思って、だから全部当てる。あ、本当ですか。そう、全部当てる、うん、じゃあこれ全部当ててもらいましょうかね。そう、全部当てますよ、これいけるよ、はい、まず1番ね。1番、はい、鮭。2番、はい、サンマ。3番がアジ。4番シシャモ。おー、ね、そのまま正解です。おお、やった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 、やった、初のミッションクリアです。実績解除、やったやったやばいね、でもここで達成できてよかったよ、4日目にして。次結構難題かもしれない、ね、次結構難題、マジで、はい、次5個目のミッションのお題は何になるのか、ぜひぜひ皆様、次回もお楽しみくださいませ。ご視聴ありがとうございました。